はい、本日はバンズのオーセンティックを購入しました。こちらですね、もう色に惚れまして、この深いワインみたいなカラーですね、まあ、なかなかないかなと思って一目惚れしちゃって買いましたですね。赤系のスニーカー持ってなくて、なんか欲しいなと思ってて、なんかネイビーの服とか多いんで、まあ、この深い赤ならネイビーとか合うかなと思って購入しました。こちらはバンズプレミアムとかいうラインになってまして、まあ、普通のバンズよりちょっといいやつみたいな感じですね。アナハイムファクトリーっていうのの後継みたいな感じになるんですかね。よく詳しくないからわかんないんですけども、なんかそういう風に、書いてありました。もともとバンズ履いたことないんで比較の仕様が私ないんですけども、インソールがですね特徴的ですね。インソールがですね結構分厚いんですね。でこれが歩き心地、履き心地を向上させているという話みたいですね。つま先の方は結構薄いんですけども、かかとがしっかり1センチ2センチ弱ぐらいありますかね。これがプニプニしてていいというらしいです。サイズ感ですけども、私28マイサーに対して28を購入しています。サイズ感はこれでちょうど良かったかなという感じがしています。ただですね、幅は広なんですけども、幅は結構広がってくれて圧迫感はそんなにないっていう感じでした。もうこれ裏側自体はそんなに幅広い方ではないと思うんですけども、そんなに窮屈感はなかったですね。つま先はちょっと長いかなっていうような感じがしましたけども、まあ、横幅とのバランス考えて私は28でちょうど良かったかなと思ってます。ただですね、シュータンが薄いんでちょっと甲の骨が出てるところはちょっと痛かったですね。だから紐縛って履くとちょっときついかなっていうので、まあ、緩めで履こうかなというふうには思ってます。今回の靴はね、紐がいい、ちょっとね色味分かりづらいけどね、この紐がめちゃくちゃいいんですよ。コットンのきなりっぽい色ですね。ちょっと色味分かりづらいかな、ですね。まあ、この深い赤にいきなりっぽい色がとても上品でハマってる感じがしました。ヒールポッチがちょっといつもと違う色かな、なんか色が入ってるイメージですけども、今回は白一色って感じ。あとかかとのつないでるところっていうか、この同系色ですね。ここが色変わってるの嫌なんですよね。同系色がいいっていうので、綺麗な赤ですね。バンズっていうのが入ってます。はい、うん、色がいいな。とにかくちょっとシール剥がし忘れたんですけど、普通にシールがボロボロになっちゃいましたけども、なんかデソルトパターン、このまここだけちょっとグリップ強くしようみたいな意図があるんですかね。はい、何こんな感じで、貝ひもはですね、この同じような質感の、同系色のものが入っていました。なんかちゃんとした袋にこんな感じの色が入ってます。まあ、これはね、まあ、つけることはないんでね、これに入れたまま保管しておこうかなと。なんかしっかりしたバンズみたいって、普通のもこれなのかな、わかんないけど。はい、じゃあですね、早速外で履いていこうと思います。
はい、着用いかがだったでしょうか。まあね、もう何にでも合う、うん、何でもいいって感じ、選ばないっていう、まあ、スケーターっぽく履くともちろんかっこいいんだけど、3番目ぐらいに履いててナイロンパンツでも結構いけるんじゃないかなと思いましたね。セットアップで、シャカシャカのセットアップで足元バンズみたいなんでもいいんじゃないかなと、うん、あと西海岸っぽく白いソックスとショーツっていうのもやっぱ定番だけどかっこいいっていうような感じがしました。これからちょっと夏なんで短い靴下に合わせたり、してもいいかなと。もう何でもいけるねっていう。でもこれで黒とかだったらもうなおのこと合わせやすいんだろうなとか。で黒がね今売り切れてるんですけど、今5月7月くらいにまた再販があるっていう情報があったんで、まあ、また再販になったら黒のキャンバス地の方もちょっとチェックしてみたいなと思います。変えたらいいなって感じですね。はい、動画は以上となります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。